片倉小十郎景綱は仙台藩主伊達家の重臣。伊達政宗の父照宗の故障から政宗の近侍となり、生涯を賭して政宗に忠誠を誓った智将である。こちらには11代から現代に至る片倉家当主とその夫人が眠っている。初代片倉小十郎景綱の墓はその遺言により敵に暴かれぬよう墓石を置かず一本の杉を植え、その墓標とした。秀吉そして家康からも直進にと誘われるも、それを固辞。歴戦を共に戦い抜き深い絆で結ばれた彼の壮麗には政宗も愛馬を貸しし、棺を引かせ、その死を悼んだという。顔つきが違うね。それはイメージ当然。でもこれが本当のでしょ。露骨な頑固者の顔してるね。頑固者じゃなかったらこうなら、あの逸話の数々は生まれないでしょ。ここら辺だよね。そこだよね。供養墓誌、片倉小十郎の名前で供養墓誌ある。こういうお店とかはみんなクローズしちゃったよね。そうだね。うん、白石城小十郎茶屋いい名前だね。天守閣の3階の壁が地震で崩れて、天守閣の上段には登れないらしいですけど、残念。立派なもんだね。うん。この中には御殿がある。ああ、そういうことだね。うん、本丸御殿。あとこれ全部復元したらすごいね。あ、すごいね。あと白石城本丸は仙台藩主伊達家が白石城に宿泊するための御成御殿、表御殿、城主片倉家の私的な居間で住んでるところね。やっとよかった。であった奥向き御殿からなっていた。立派だわ。うん、立派。今上がってきたのはこの4番のとこから5番を抜けて入ってきて。そうだね。ちょうど今7番あたりのところに立ってる、うん、ここら辺に立ってるってこと。そうだね。入場券は上の受付でも販売しておりますって書いてある。あ、そう。じゃあ行ってみよう。一段がちょっと高いね。結構一段一段大きいんだね。大きいし、丸石だからバランスがこけそうだよね。入りますか？あ、入ります。びっくりした。自動ドアかな。自動ドアだと思っちゃった。いいんですけどね。手動ドアなんですよ。あ、チケットお持ちじゃないですね。はい。400円ですね。はい。ありがとうございます。これは戦の時に旗印です。旗印です。家紋は何になるの？バラくじって。バラくじ。ここあるんですけど、これとはまた違う。明治6年の廃城令により、日本各地に存在した多くの城同様、この白石城もその翌年取り壊された。平成7年の復元工事により、120年ぶりにその美しい姿が再建された。全国的にも数少ない木造による復元を採用。誇り高きその姿を永代に伝えるため、発掘調査を行った上での再建となった。毎年10月に開かれる鬼小十郎祭り。この白石城が400年前にタイムスリップ、眼前で繰り広げられる一大歴史絵巻をその目で見ることができます。大阪夏の陣への参陣、敵将真田幸村との逸話などなど、今年の秋が楽しみです。すごいですね。山登り。で、あのお寺さん、さっき行ったとこところやな。あっちだね。向こうだよね。城下向こうだね。あそこのとこが門でね、入ってくるところ。すごいわ。この中全部、この敷地全部屋敷だったっていうのはすごいね。やっぱり殿様ってすごいんだよ。初代当主片倉小十郎景綱から10代宗景までの歴代の当主と、先代藩主伊達義村の即女であった7代村門の奥方、その11名が眠っている。すごいね。絶対頭下げて入るようになってんだね。すごいすごい、お邪魔します。ウーメンの冷やし、目抜けのかす漬け、豆腐とバッケ味噌ですね。これ美味しいです。大根の漬物、何漬けっていうのかな、よくわかんない。単品で穴子の天ぷら取りました。私の方はウーメンの温かいやつ、それから目抜けの、これは西京焼き、同じくパッケとかです。今から食べたいと思います。いただきます。本当だ、めちゃくちゃ美味しい。美味しいね、目抜けの美味しい。目抜けのこっちは西京焼き。おいしい。上品な味。おいしい。あんまりおいしいからせいろ盛りというのを追加で取りました。コシがすごくて本当美味しいです。めちゃくちゃ美味しい。でもあれ今日食べたやつっていうのはあれだから、あれ買った。これっていうのは、はい、どこの麺なんですか？これはですね、伏見さんとこに、伏見ウーメンさんに頼んで作ってもらってるんですよ。あ、そうなんですか。はい、真空製法でうち独自にして。なるほど。今日はとっても美味しかったです。ありがとうございます。本当に私仙台なんで、ウーメンは昔から食べたことあるんですけど、こんな美味しいの初めて食べました。ありがとうございます。店の子はあったかいの美味しいんですけども、冷たいので食べた方がウーメン独自の味っていうのが、味とね、あとコシとね、美味しい。本当こすりすぎてもダメなんですよ。なるほど。表面の塩分と旨味が。なるほど、いろいろあるんですね。はい、どうもごちそうさまでした。